テオス、ナイシタコスは、古代エジプト語で、ジェドーと呼ばれていた、エジプト第三十王朝二代目のファラオの、古代ギリシア語における名である。その知性は、ファラオに即位して、以降紀元前360年から、紀元前359年とされる。テオスの父ネクタネボ一世は、自らの知性の途中で、紀元前363年内視紀元前362年には、 テオスを摂政とする共同統治を始めていた。一部のエジプト学の記述では、この共同統治機関をテオスの知性に含めている。テオスの知性に試みられた効果の導入は失敗した。テオスは第26王朝のアプリエス以来2世紀ぶりに、シリアやパレスチナ地域へのエジプト勢力の拡張を計画し、これに着手した。テオスはトトメス3世の前例に則り、 レテヌ一帯への外部勢力の脅威に対する攻撃に成功した。ペルシア帝国の脅威からの防衛施策の完成が見えて、北、フェニキアへの進出を目前にした時点で、テオスは、自国で起きた反乱によって王座から追われ、代わって、ネクタネボニセイがファラオとなった。エジプト人のファラオが、ペリシアに対して、対外的な攻勢に出たのは、これが、最後の例となった。 ありがとうございます。